オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットと還元楽のための競争交響曲、変法蝶長、K297 ビットは、かつて、ボォルフガングアマデウス・モーツァルトが作曲したと考えられていた、競争交響曲である。本校では散逸した、モーツァルトの作品であるフルート、オーボエ、ホルン、ファゴットと還元楽のための競争交響曲、K297 バイトについても言及する。 パリ到着間もないモーツァルトが、1778年の4月に、ちょうどパリに居合わせた4人の名漢楽器奏者、フルートのウェンドリング、オーボエのラム、ファゴットのリッター、ホルンのプントのための一曲の競争交響曲を作曲し、コンセールスピリチュエルで演奏させるために、総監督のジャンルグロに自筆譜を売り渡し、演奏会に使うシャフの作成の際に、何らかの邪魔が入り、 結局演奏されなかったということである。ここまでの経緯は、モーツァルトから父のレオポルト・モーツァルトに宛てた1778年5月1日の手紙に次のように記されている。ところが、競争公共曲についても一文弱がありました。僕はこれは何か邪魔するものがあるんだと思っています。ルグロは、それのシャフに4日の余裕がありました。ところが、 それがいつ見ても同じ場所にあります。おとといになってそれが見当たりません。でも学古いの間を探してみるとそれが隠してありました。何気ない顔をして、ルグロにところで競争公共局はシャフに出しましたかと尋ねるといや、忘れていたと言います。もちろん僕はルグロにそれをシャフすることもシャフに出すことも命令するわけにいかないので黙っていました。 二日経って、それが演奏されるはずの日に、コンセールへ行くと、ラムとプントが顔を真っ赤になって、僕のところへやってきて、なぜ僕の競争交響曲がやられないのか、と聞くのです。それは知らない。そんなこと、初耳です。私は、全然知りませんこのことで、一番嫌な気がしたのは、ルグロが僕に、これについて一言も言わず、僕だけが何も知らされなかったことです。 あの人が、時間が足りなかったとか、なんとか言って、一言謝ってくれたらよかったのに、全く何も言わないのです。柴田1980、147から148ページ、この手紙を見ればわかるように、モーツァルトは、ルグロの不誠実な態度に不快感を示し、陰謀ではないかと疑っている。マルティーニやタルティーニの弟子で、当時の流行作曲家だったジュゼッペ・カンビーニの、 妨害ではないかと考えていたようで、1778年5月1日の父に宛てたモーツァルトの手紙には以下のように記されている。実は僕がルグロのところで初めてこの人に会った時、何も知らずにしたとはいえ、ひどい目に合わせたのです。この人は四重奏を作っていました。その一つを僕はマンハイムで聞いたことがあります。結構綺麗なものです。 僕はこの人に、あれは、いい曲だと言って褒め、はじめの方を弾いて聞かせました。ところが、そこにリッターとラムとプントがいて、僕を、いつまでも止めさせず、どこまでも弾かせるのです。知らないところは、自分で作って続ければいい、というのです。僕はその通りにしてやりました。そこで、カンビーには、すっかり旅を失ってしまい、思わず、こいつはすごい頭だ。 などと言ってしまいました。こんなことであの人はきっといい気持ちはしなかったと思います。柴田1980、149ページだが、カンビーにはモーツァルトを高く評価しており、彼の作品を筆写していることや、本人が明確に否定していることなどからも、演奏不能に陥った一件が彼の妨害である、可能性は高くない。当時のパリには多数の有力な音楽家が住んでおり、 互いにしのぎを削っていたのであるから、パリの作曲家の誰かがモーツァルトに得意分野での名声を奪われることを恐れて陰謀を企てたというのは可能性が高いと考えて良いだろう。本作の楽譜は2014年現在も作品は発見されておらず、ケッヘルによる1862年出版のモーツァルト作品主題目録初版では消失作品とされた。 この作品の作曲後に、モーツァルトは、フルートとハープのための競争曲の作曲に着手している。また、コンセールで演奏させるため、ルグロの注文で、公共曲第31番、パリも作曲された。20世紀初頭になって、ドイツの音楽学者、オットー・ヤーンの遺品の中から、それまで知られていなかった、オーボエ、クラリネット、フォルン、 ファゴットと還元額のための競争公共曲の筆者譜が発見された。ヤーンによる電気、W.M.O. ツァルトの肯定者であったヘルマン・ライタースは1904年の改訂出版の際、この筆者譜は消失したフルート、オーボエ、フォルン、ファゴットと還元額のための競争公共曲の編曲譜であるという説を発表した。この説が指示された根拠は、 モーツァルトが10月3日の父に宛てた手紙で、ルグロ氏はそれを独占しているつもりですが、そうは参りません。僕は頭の中にまだ生き生きと入れてありますから、家へ帰ったら、早速もう一度書き上げます。柴田1980、195ページと記して、いるからである。この説は広く受け入れられ、1905年のケフヘル第2版では、 この筆者風をオリジナルの新生の編曲とみなして、付録を示すアンハング Q の番号を付し、さらに音楽学者のアインシュタインが改訂した1937年の第三版では、計297ビットという番号を与えて、作品目録の本編に組み入れた。しかしこの説では散逸したフルート、オーボエ、ホルン、ファゴットと還元楽のための競争交響曲に関する、 資料と比較検討した際に、なぜソロ編成がフルートからクラリネットに変更されたのかという疑問への説明がついていない。また、本作はすべての学章が同じ編補調調で書かれているという重要な疑問点があり、筆者符や電気的状況、クラリネットなどの用法を詳細に検討した結果、偽作の可能性が非常に強いという判断を下し、 1964年のケッヘル第6版では、偽作、偽作を示す、アンハング C14.01 という番号を与えた。そしてオリジナルが、消息不明のままフルート、オーボエ、フォルン、ファゴットと還元学のための競争交響曲は、計297バイトとして、その存在だけが本編に組み入れられた。本作をモーツァルトの新作と見る研究者もいるが、 決定的な証拠が欠けているため、散逸したフルート、オーボエ、ホルン、ファゴットと還元学のための競争公共曲の自筆項の発見でもない限り、審議の決定が困難な状況である。音楽学者のフリードリヒ・ブルーメは、しかし、作品の由来は、なお曖昧であるとはいえ、我々が所有しているバンの信憑性に対して早まった疑問を投げかけることは、 間違っていないだろうか。なぜなら、作品のどの部分にも、編曲版のどの部分にもというわけではないにしても、モーツァルトの手が明瞭に認められるからである、音楽の友も社1983、318ページという見解を示している。18世紀末にパリ楽団を風靡した特殊なジャンル、競争公共曲の典型的なスタイルを示している。また、 独創楽器の用法に卓越した筆致を示しており、こうした点が本作のモーツァルト新筆説の論拠となっている。一方で、前説において示しているように、全学章が編補調調で書かれている点や、クラリネットなどの用法を詳細に検討した結果において、本作はモーツァルトの作品とは言い難いと判断されている。アレグロ編補調調4分の4秒子競創曲風。 そなた形式弦楽器のユニゾンで演奏される特徴的なリズムを持った第一主題は導入的性格のもの。主題としての機能は続けて演奏される。アダージョ変歩調長,長4分の4拍子、アンダンティーのコンバリッツィオーネ変歩調長,長4分の2拍子主題と10の変奏による。主題は24小節からなるシャンソン風のもの。 16小節までは、弦のピッツェカートを伴奏に、他の独奏楽器を従いた応募映画奏し、17小節以下は、還元楽だけによる集結句となっている。集結句は常に還元楽だけで、しかもあまり大きく変奏されないので、ルフランのような役割を果たしている。10の変奏は独奏者の技巧を引き出すべく、様々な音景や楽器の組み合わせで巧妙に書かれている。 第十変奏がテンポをアダージョに落とした後、8分の6拍子、アレグロと展示、全曲が華やかに閉じられる。1974年に、アメリカのピアニストで、音楽学者のロバート・レヴィンと音楽学者のダニエル・リースンが、統計的、構造的、方法学という方法で、コンピューターによって、オーボエ、クラリネット、ホルン、ファゴットと還元楽のための競争交響曲を、 解析したところ、この作品がモーツァルトの新筆であるという結論を出した。しかし、還元楽法にモーツァルトらしからぬ点が多く、ソロパートのみが後世に伝わり、第三者がオーケストラパートを過失したと鑑定した。さらに、統計的、構造的、方法学によって、本来あるべきオーケストラパートを復元。ソロパートもフルート、オーボエ、フォルン。 ファゴットに復元した項を作成した。手法の是非はともかく、この復元項を用いた録音や演奏会も増えつつある。日本絵は、この絵秀丸マロによって比較的早く紹介され、1927年と1930年に、この絵式の新興教楽団によって演奏されている。この絵は、その後、1937年に、 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団と同曲を録音し、1954年のこの絵管弦楽団第14回定期演奏会でも演奏、さらには1970年のハインツ・ホリガー、初来日の際に日本フィルハーモニー公共楽団を指揮している。なお、ベルリンフィル録音ではオーケストラのみの部分に数箇所のカットがあり、この絵自身の考えによると考えられるが、 原価の CD 表などで、それに言及したものはない。一方、デビンとリースンによる復元版は2004年に、小沢政治式の水戸室内管弦楽団によって演奏され、CD も録音された。なお、小沢はそれ以前の演奏の東方学園オーケストラ、宮本文明、千葉系などでは、観光版を用いていた。つまり水戸では、宮本文明が今度は、同じ指揮者で、 レビン版を演奏することになった。ありがとうございます。